これより歴史を紡ぎぬ。卒業生27名中、下忍と認められるのはわずか9名。この演習は脱落率 66% 以上の超難関試験。そんな、じゃあアカデミーの卒業試験って何だったのよ。あれただの下忍になる可能性のあるものを選抜するだけ。なに、ちくしこんなとこで落とされてたまるか。まだまだ、こんなもんじゃねえってばよ。私だってやるときはやるんだから。お前らにしちゃ上出来だ。思ったよりやるね。俺にやめろ。第7班に正式に。足引っ張んじゃねえってばよ、サスケ。それはお前だろうが、うちらどうかち。よっしゃ、行くぜ。よよ。大切な人を守りたい。その人のために働き、その人のために戦い、その人の夢を叶えたい。ザブザさんの邪魔をする者は誰であろうと倒します。俺だって俺の大切な人たち絶対傷つけさせねえ。何が何でも絶対に勝つ。距離を、はあ、遅い距離を。ナルトとサスケは。ザブザ、お前じゃ俺をやれないよ。野望がある。だからこそ俺は戦う。お前は危険だ。ここで仕留めさせてもらう。ラブラ、少しはしゃぎすぎたな。直してくれ。なぜついていけない。今の前では俺には勝てない。嘘は貴人よ、行くぜ。これで最後だ。行くぜ。ハイキン。お前の野望は多くの犠牲を出す。それは忍びのやることじゃない。総来神。カカシが。Thank you.
10人選抜し。てめえが相手じゃ勝ったも同然だな。俺は木陰になるんだ。こんなところで負けてらんねえ。お前なんかが木陰になってなれるもんかよ。なめんなよ。何？やるじゃねえか。まだまだ。こんなもんじゃねえってばよ。調子に飲んじゃねえ。10人選抜。お前は俺に勝てない。そういう運命だ。お前みたいに運命だなんだ。そんな逃げ腰野郎には絶対負けねえ。本当の現実を知った時、その時の落胆の目が楽しみだ。だけには絶対負けらんねえ。そうだ。遊ぶとろくなことにはならんぞ。すぐにやられないでください。面白くないですから。あとんそっといわゆうえんぞ。捕まえて逃がさないよ。この白人しか。しかし今まで見えていたとは。これもお前の計り事か。歴史は常に動いているんです。さあ、ちょっとおとん大連弾の術。闇に染まったお前には相応の処罰を下す。
相手は誰だ。見せてみろお前の力を。さあ俺を感じさせてくれ。どうした。俺の息吹はまだ収まっていないぞ。もっと俺を楽しませてみろ。お前ならばできるはずだ。図に飲んじゃねえよ。しだりしだり。目障りなんだ。当然の結果だな。サスケは God。
最後だ。一人ぼっちの苦しみは半端じゃねえよな。けどもう俺には大切な人たちができたんだ。俺の大切な人たち、傷つけさせねえ。Thank you.